プリクソスとヘレー。ポンペイから発見されたローマ時代のフレスコがナポリ国立高古博物館所蔵。プリクソスはギリシア神話に登場する人物である。コルキスの地に金曜毛をもたらした。これが後のヤーソン率いるアルゴノウタイの物語につながる。ボイオーティアの王アタマースとネペレーの息子で妹にヘレーがいる。 二人は、イク育オオンとネペレーの子とする説もある。コルキスで、アイエーテスとエデュヤの娘、カルキオペーを妻とし、アルゴス、メラース、プロンティス、キュキスソーロス、プレスボーンが生まれた。妻はアイエーテスの娘ヨオポッサとする説もある。アタマースの五歳以納の企みによって、プリクソスはゼウスへの犠牲として殺されそうになるが、ネペレーが、ヘルメースから授かった。 金毛羊を連れてきたので、プリクソスはその背に乗って、ヘレーと共に脱出する。一説には単に、ネペレーが、金毛羊を二人に授けた、あるいはゼウスが二人に、金毛羊を送った。しかしヘレーは途中で海に落ちて、ヘレースポントス、現在のダーダネルス海峡の名前の由来となった。プリクソスは、コーカサス地方のコルキスに達した。この地の王、アイエーテースは、 プリクソスを迎え入れ、娘のカルキオペをプリクソスの妻として与えた。プリクソスは、金毛の羊をゼウスに捧げ、その皮をアイエーテースに送った。アイエーテースは、金羊毛をアレースの森にある菓子の木に打ち付け、竜に守らせた。プリクソスは、コルキスの地で死んだが、アルゴスは招かれて、ボイオーティアに戻り、イアーソーンのためにアルゴーセを建造して、自ら、 アルゴナウテスとなった。また、キティス・ソーロスは帰国後、祖父であるアタマースが、生贄とされるところ、その命を救ったとされる。ただし、遺説では、プリクソスの息子のアルゴスとアルゴーブネを建造した、アルゴスとは別人物とされる。ありがとうございます。